カナノアです。ピーン。はい、ということで今回はカナとね、ずっと来たかった浅草に来ました。もう来たかったんですの、カナと2人で来たかった、来たかったの、来たかった、来れました。イエーイ、嬉しい。しかもね、着物も着てかわいいっしょ、浅草ということでね。はい、こんな感じですよ。嬉しいわ。どうも嬉しい。すでに楽しい、幸せでございます。はい、でね、今回はその浅草で旅歩きとか、あのね、参拝もねしていこうと思うんですが、うん、せっかくなのでショートビデオを作りたいなと思ってます。イエーイ、やばい、楽しみでね。うん、ショートビデオを作るにあたってとってもいいものあるんですよ。何ですかそれは。そう、なのでそれをね、ちょっと皆さんに紹介したいなと思ってます。はい、で今回使用するのが今話題のこちら、エクスペリア5のカメラ機能、シネマプロです。え、それはどんな機能なんですか？ソニーのプロユースカメラでベニスっていうのがあるんだけど知ってる？知らない。何ですか？何ですかそれは。映画監督さんとかが使うちゃんとしたカメラを開発した人が監修した機能なので、うん、私たちでもこう映画のワンシーンみたいな映像が撮れるの。じゃあノアたちでも映画みたいな素敵な動画が作れちゃうってこと？そういうこと。なんかもうなんかあるよね、ロキでございますね。ビデオ版のインスタ映え。おお、え、新しい。新しいよね。すごい、すごいよ。なんで、まあ、早速これの機能から説明していこうかなと思います。はい、じゃあまずもうこのね、携帯の中に入ってるんですよ、すでにシネマプロが。本当だ。なんでこちらをタップします。こっち、あの、あんじゃん、ちゃんとした、うん、ああいうカメラみたいにいろいろ設定ができるの。例えばこの、こういう本、おー、 2K、2K、2K、 すごい、とかにも変えられる。 4K の方が画質がいいので今回は 4K でセット。FPS23.98 の方が映画っぽく撮れるの。で今回そのちょっと映画っぽくしたいなって、じゃあそっちにする、思うんでこっちがいいっす。ってことでセットじゃん。で次このルック、うん、ルック押すよ。これはこの見て、フィルターが変わるのよ。黒くなった。そう、あ、なんかいいね、これ好きだ。これいい、こういろいろ青っぽい。あー、渋い、全部いい。そう、こういう風に選べるのよ。たくさんあるね。そうそう、だから自分の好きなのを選んで設定できるの。おー、さっきさ紹介したベニスっていうのがあるから。あ、言ってたね、さっき。そうそう、だから今回はこれにしようかなと思います。はい、じゃあこれでセットしますね。セット。じゃあ実際にこのシネマプロを使って浅草の街をね撮って、もうこれの凄さを皆さんに教えたいと思います。イエーイ。はい、早速行っていきたいと思います。オー、新しい機能ノア使いたいからさ使うね。いいよ。いきなりすぎてごめん。あれ向いて、あれ向いて。かわいい。あれ向いて、あれ向いて。2秒ぐらい経ったらいいよ、はいって言ってから。いくよ。撮った、撮れた。じゃあ今度なんか歩き、横、横、後ろ、後ろから。どっちでもいいよ。なん、横からいいんだ。あー、せんべいだ。おお、せんべいって美味しいよね。美味しい。でもそこら辺も美味しい。うわー、どうします。これで優柔不断が。そう、優柔不断であっという間に参拝に行く。そうなんだ。やばいよ、ちょっとブンバン選んでいこう。全部うまそう、アイスもうまそうだけど。アイスは寒いな。アイスは寒い。で
え、揚げまんじゅう食べたい。え、食べたい食べたい食べたい。いらっしゃいませ。揚げまんじゅう。はい。揚げまんじゅう買いました。買った。プレーンと抹茶でございますね。食べてるところ撮りたいのは。ね。いくよ。出番待ちですよ。ちょっと急ぎでーす。あー、お知らせでお待ちください。声が下手くそ下手くそかもしれない。なんか私が撮った前から撮った。ちょっとゆっくり歩くのんびりで3、2、1。いい感じいい感じ。ありがとうございます。え、なんかちょうどさ今こう夕方になってきて暗くなってきてさ、うん、電気がいい感じ、ちょうちんとかもめっちゃいい雰囲気がいいですね。いい感じ。すごいお土産いっぱい置いてあるね。大丈夫、なんもない。本当に、うん、おー街並み的な。はい、まだ撮ってないなと思います。確かに街並みを撮ってる。はい、じゃあそれではせっかく来たので、うん、おみくじ引いていこうと思います。きまーす。末吉昇格したやった、ちょっと良くなった。89番、ここだ。どこに書いてあんの？吉大、イエーイ！やばい！髪やばい！やばい！見てください！大吉！浅草で出せるのすごくない？やばい！末吉です。カナノはね、おみくじ引いたら、うん、私は末吉で、ノアは大吉です。素晴らしい。嬉しい、いいことしかなさそう。逆にもそこで大吉ってすごくない？やばい、まだ3月だし、やばいね、これからが楽しみだね。いやーやばーやばー。私もなんか2連続今日しか出さなかったんで、ここ嬉しい。うわ、めちゃめちゃいいわ、めちゃめちゃいい。はい足移してから。ねえ、じゃあ、行きますか。お参りしたいと思います。5円でね、5円ちゃんとね、5円玉で縁があるように。そう、縁があるように。お祈りしましょう。お祈りします。ということで、今回は Xperia 5のシネマプロを実際に使ってショートビデオを作っていきましたが、うん、どうでしたか？簡単にね、色味とか明るさとかフィルターとかさ、めっちゃ変えられたじゃん。それが本当にいい、本当に簡単にね。しかもおしゃれな動画たくさん撮れたしね、うん、撮れた撮れた、本当最高。私たちがさっき撮ったビデオ実際にね、見ていこうかなと思います。それではどうぞ。
はい、ということでどうでしたか。もう絶対にこれは素敵な動画ですよ。じゃ絶対素敵だって。良きじゃん、めっちゃいろいろ。いや良きすぎる。カナの撮り方も上手かったし、ありがとうございます。上手かったので本当素敵な動画ですよ皆さん。素敵な動画が撮れた、ね、いい思い出だね。うん、はい、ということで皆さんもぜひXperia 5のシネマプロを試してみてください。本日のカナナはここまでです。面白いなって思った方はいいねとチャンネル登録、そしてコメントも待ってます。待ってます。次回のカナナもお楽しみに。バイバイ。バイバイ。